d ジェネレーション X, d ジェネレーション X, d ジェネレーション X は、アメリカ合衆国のプロレス団体、WWE に登場する、プロレスラーのユニット名称である。略称は、DX, d ジェネレーションとは、デジェネレーション、ショーン・マイケルズの造語であり、世代を否定する、ひっくり返すくらいの意味、元来反体制的な色彩の強いユニットだった。 番組としては RAW に登場する。セクシーかつ卑猥で、最低にして最高に活かした奴らというのが DX のキャッチフレーズである。イメージカラーは黒と緑で両手で股間を誇張するポーズ。通称 DX チョップとサックイットイコールブれ。中、直訳すればブれ。だが、第二次 DX 以降は主にクソくらえ。 くらいの意味でいられるという決め台詞がトレードマーク。おちゃらけたパフォーマンスでファンを爆笑させる一方で、プロレスの試合においても、世界トップクラスのテクニックを持ったメンバーが揃ってる。1997年9月28日に、開催された WWF1 ナイトオンリーでの、ショーン・マイケルズとブリティッシュブルドッグの対戦時に、マイケルズが、トリプル H、チャイナを引き連れて登場したのが、 DX の始まりある。翌日の RAW で、ディック・ルードが保険屋として加入。基本的にはこの4人が第1次 D ジェネレーション、X のメンバーであるが、ルードは同年11月に WCW へ移籍するためにすぐ離脱している。結成後すぐにハートファウンデーションとの構想を開始。その後 WWF のスーパースターからアナウンサーに、 至るまでありとあらゆる登場人物をバカにするおちゃらけなパフォーマンスから元はヒールのユニットであったはずの DX はベビー的な人気を獲得その人気から12月7日に開催されたインニュアハウスの大会名でも D ジェネレーション X が使われた1998年3月2日の RAW でプロボクサーのマイク・タイソンが DX 加入を表明タイソンは 同年3月29日に開催される、レッセルメイニアィンでのマイケルズと、ストーンコールドスティーブ・オースチの WWF、王座戦の特別立会人、厳密には、特別レフェリーではないを務めることが決定。しかし当日の試合では、オースチンのホールに、タイソンが勝手に3カウントを入れて、オースチンの WWF 王座取りをアシスト。試合後マイケルズはタイソンに詰め寄るが強烈なフックを、 浴びせられてダウンしてしまう。この一連のストーリーはマイケルズが以前から蓄積されていた深刻な腰痛のために長期欠を余儀なくされたという背景があり、この試合を最後にマイケルズはしばらく WWF からフェードアウトすることになる。ストーリー的にはタイソンのフックによるダメージのために欠場とされた。第一次 DX はサック・イットのパフォーマンスからも明らかなように、 どちらかといえば、マイケルズのセクシーボーイのキャラクターを活かした性的なジョークが目立つユニットであった。この頃のサックイットはまさにそのままの意味であり、トリプル H のマイクアピールも性的な表現が多く、構想相手やテレビカメラに向かって尻を丸出しにして挑発するパフォーマンスもあった。一方、第二次と比べると解説陣が中高生レベルと称するような幼稚で低レベルな。 下ネタ、放送禁止用語が多いのも特徴であり、そういった軽さ、バカバカしさが DX というユニットをどことなく憎めない存在にしていると言える。デッセルメイニアィに翌日の RAW で、トリプル h がマイケルズの追放、さらにマイケルズに代わるリーダーに就任することを表明。同日に WCW を解雇となった X 第次 DX から、 共同関係を結んでいたニューエイジアウトローズのビリーガンとロードドックが新加入し第2次 D ジェネレーション X が結成された初期の第2次 DX のコンセプトは基本的に第1次 DX と同じであり黒人市場主義のユニットネーションオブドミネーションや WWF のオーナーであるビンス・マク・マホン率いるコーポレーションのメンバーをモノマネしたパフォーマンス等を行っている 1998年4月27日の RAW ではメンバー全員で戦闘用のジープに乗って WWF のライバル団体である WCW の工業が開催されている会場前まで乗り込み覚醒スピーカーで WCW なんて格下の団体の合わせなんて見る必要ねえよ。WWF こそ最高だ観戦に来ていた客に向かってこのチケットは 購入したんじゃなくて、WCW がばらまいたただけんだよな。といったマイクパフォーマンスで、WCW のネガティブキャンペーンと、WWF の宣伝を行った。これは台本にはない、完全なるガチンコの襲撃パフォーマンスである。この時 WCW に参戦中で会場に居合わせた、蝶野正弘は、突然の襲来に、バックステージは本当に、 大パニックに陥っていたと最近のインタビューで語っている。同様の出来事が日本などで行われた場合、営業妨害の罪で訴えられかねないが、このような大胆不敵なパフォーマンスをやってしまえるあたりが DX の大きな魅力と言える。1999年1月25日の RAW で当時 DX と構想していたコーポレーションの筆頭である。 ザロックとトリプル H の試合後、チャイナがトリプル H にローブローを浴びせて DX を脱退。コーポレーション入りする。3月28日に開催されたレッセルメイニア、XV ではついにリーダーのトリプル H が X パックを襲撃してコーポレーション入りしてしまう。この時点で DX に残留していた X パック、ビリーガン、ロードドックはコーポレーションから追放されたケインを 新加入させ、X パックケインの新タックチームが結成された。5月2日のヒートで、ビリーガンが X パックを襲撃して DX から脱退。以降 X パックロードドックの DX とコーポレートに所属する元 DX メンバーで、DX の名称使用権や印税権をめぐり構造が勃発するが、7月26日に開催された。 フリーローダードで X パックロードドッグ組が勝利し、DX というユニット名は残留していた、DX メンバーの元に戻った。第2次 DX は、第1次の性的、ヒワ路線を受け継ぎつつも、ビンスマクマホンに逆らったり、当時のアティチュード路線に沿って、反権力的側面も持っていた。この頃から、サック・イットがどちらかといえば、クソクラえ。 くらいの意味で用いられるようになる。ちなみに当時、アメリカの小学生が、教師に向かって、サック・イットと発言し、社会問題にもなった。2002年に、マイケルズが、WWE 人王のマネージャー的な役割で、復帰。しかし、スコット・ホールの解雇や、ケビン・ラッシュの負傷でストーリーは頓挫してしまいん王は、解散。番組分割後は、 スマックダウンに所属していたトリプル H が名優マイケルズを追って RAW に移籍。揃って DX の T シャツを着用して入場し一時的に DX が再結成されたかに見えたが直後にトリプル H マイケルズにペディグリーを浴びせ抗争を開始。以降、ストーリー上ではマイケルズとトリプル H の関係は険悪になり、プライベートでは親友としての関係は継続。 構想を繰り広げるストーリーが何度も展開された。2006年、レセルメイニア22で、ビンス・マクマホンとストリートファイト戦を行った、マイケルズは、ラダー上から、DX チョップでアピールした後にフライングエルボーを観光。ジョン・シナと WWE 王座戦を行った、トリプル H は、試合中にダウンしていたシナに向かって、DX チョップを披露した。 その後の RAW での試合でも、マイケルズとトリプル H は DX チョップを披露し、バックラッシュ2006でも両者は DX チョップを披露した。6月12日に開催された RAW でのトリプル HVS スピリットスクワットの試合で、トリプル H がスピリットスクワットにやられているところに、マイケズが乱入。スピリットスクワットのメンバーをトリプル H と共同でなぎ倒し、 二人で、ビンスを挑発して、DX を再結成。6月25日に開催された、ベンジェンス2006で、スピリットスクワットと対戦し伏線を勝利で飾る。再結成後の RAW では得意の下ネタや、ビンスシーインマクマホーンを親子のモノマネ、ステージ上でのビンスの黒歴史映像の披露、あるいはビンス親子と、スピリットスクワットステージ天井からおぶつをぶちまける。 パフォーマンスなどで彼らをコケにし続けた。サタデーナイト S メインイベント薬でスピリットスクワットとエディミネーションマッチで再戦を行い、ここでも勝利した。サタデーナイトメインイベント以降は本格的にマクマホン親子との抗争を開始。RAW ではトリプル H とマイケルズを引き離して馬がに攻撃させるというビンスの策略にはまったが8月20日に 開催されたサマースラム2006でマ,クマホン親子に勝利する。8月21日に開催された RAW で、ビンス所有のプライベートジェット、リムジンにスプレーで DX と落書き。さらには、WWE 本社ビルの側面にも DX とペイントをした。その翌週の RAW でビンスが繰り出した四角のフィンレイ、ウィリアム・リーガル、ケン・ケネディを破った後、 ECW 世界ヘビー級王者のビッグショーに襲撃され、流血。9月17日に開催されるアンファーギブン2006、デマクマホン親子ビッグショーと、史上初のハンディキャップ形式ヘルインアセルを、こう、激闘を繰り広げた末に、ビンスのケツにキスする会を行っているビンスを、失神しているビッグショーのケツに、顔面から突っ込ませる屈辱を味わわせて最後は、 スレッジハンマーでオーダーして勝ちし、この構想に終止符を打った。しかし、2007年1月7日のニューイヤー、S レボリューション2007のレーテッドアーコとの世界、タックチーム王座戦の試合中に、トリプル H が重傷を追い長期離脱に追い込まれ、ため、第三次 DX の今後は限りなく不透明な状態になってしまったが、11月5日の、 RAW で人よ限りという扱いで復活した。試合は、ランディオートマンド馬が相手に勝利を収めた。以後、不定期ながらも、大舞台を中心に、時折結成する存在となっており、2008年10月の日本武道館公演でもファンを大いに沸かせた。また、普段は、シングルプレイヤーとして真面目で、シリアスなキャラのギミックを演じているマイケルズが、DX として、 パフォーマンスを行うと、途端におバカキャラにギミックチェンジして爆笑を、歌め、そのギャップもファンから楽しまれている。2009年、療養のために欠場していた、マイケルズの復帰と共に再結成され、レガシーと交想。PPV ヘルインアセルでレガシーを下し、決着をつけた。その後で、クリス・ジェリコビッグショー組を破り統一タッグ王座を獲得。ちなみに、 DX がタッグ王座を獲得するのは初めてのことである。翌日の RAW でクリス・ジェリコの要求により再戦が行われたが試合開始直後に DX がレフェリーを小突き激怒したレフェリーの反則裁定により試合はジェリコショー組が勝利したが反則の他王座が移動せずジェリコショーの再戦権を潰した。 統一タック王座を失ったことで RAW に出られなくなったスマックダウン所属のジェリコを DX の呼びかけに応じて現れた DX アーミーのコスチュームに身を包んだスターたちの手を借りて退場させた12月にはホーンスワグルが正式メンバーではないものの DX のマスコットキャラクターとして採用された年末にスラミー賞の年間最優秀試合に デッセルメイニアでのジ・アンダーテイカー VS、ショーン・マイケルズが選ばれたことによって、ショーン・マイケルズのジ・アンダーテイカーへの再戦の持ちが高まった。ショーン・マイケルズは、ロイヤル・ランブル2010での優勝を狙うなどして、ジ・アンダーテイカーへの挑戦権を得ようとしたが、うまくいかなかった。この期間に統一タック王座も、ショー・ミズ、ビッグ・ショーザ・ミズに奪われてしまう。その後、 無用曲折ありレッセルメイニアでの字、アンダーテイカー VS、ショーン・マイケルズの再選が決まり、ショーン・マイケルズは引退をかけたが敗退した。これにより DX のストーリーも終了した。事実上のメンバーもトリプル h を残すのみとなっており、ショーン・マイケルズが現役復帰するか、新メンバー加入 DX と組むことが多かった、ジョン・シナが雑誌等のインタビューで、 DX に興味があることを話しているなど、特別な機会でもない限り X の結成は、今回は最後となる。だが、ホーンスワグルは DX 解散、マイケルウズ引退後も、しばらく DX の服を着て登場していたことがあり、DX 復活に期待しているファンへのストーリーライン、残してたと考えられる。2012年7月23日に行われた、でトリプル H。 ショーン・マイケルズが先に登場。その後ロードドッグ、ビリー・ガン、X パックが1998年4月27日の WCW の会場を襲撃した戦闘用ジープに乗っ登場。5人が約14年ぶりに集結し往年のマイクパフォーマンスを披露。乱入したダミアン・サンドウにショーン・マイケルズがスイート・チン・ミュージックから最後はトリプル H が ペディグリと二人の代表する技でファンを魅了した。2015年3月29日に行われた、レッスルマニア31のトリプル HVS スティングの、試合、ノーディー級戦にビリーガン、ロードドック、X パックが登場しトリプル H に加勢したが、スティング側モンゴーのハルカ・ホーガン、ケビン・ラッシュ、スコット・ホールが登場し、スティングに加勢、DXVS の王という月曜日の、 テレビ戦争の双方の主役を一つのリングの上に、現出させこととなった。なお、ショーン・マイケルズは、双方が、乱戦になった後遅れて登場し、スコーピオンデスロックを極めるスティングに、スイートチンミュージックを見舞いトリプル H を救出してる。サック・イットのセリフと股間を、両手で、チョップするような形で指示すると同時に腰を振る、DX チョップが有名。 特にショーン・マイケルズのそれは完璧な腰振りと相まって完全にそのままの意味あり、セクシーボーイの名に恥じないものであった。また、DX が頭上で両腕をクロスさせて点を作る DX ポーズもある。しかし、前者の腰を振る DX チョップが DX ポーズと呼ばれることも多々あり、名称の違いについては曖昧である。あとに、小学生が DX チョップを真似して、社会問題化してからは股間を誇示するのではなく、股間の前で点を作る形に変化した。X パックがよくやるのは、こちらの形である。DX のメンバーであることを示すもので、この場合は、クソくらいの意味合いが強い。現在の日本語版字幕では、クソくらい、と訳されている。お約束の決め台詞決めポーズのパターンとしては、 まず DX が頭上で両腕をクロスさせて、点を作る決めポーズをやりながら入場してきて曲が鳴り響く中、トリプル H とマイケルズがそれぞれ反対側のコーナーのトップロープに登って DX ポーズを決める。そして、リングの中央で DX チョップを3回連続でやった後、一瞬の間を開けてもう一度 DX チョップを行う。この時、 dx チョップを行うタイミングに合わせて2発の花火が天の文字を描くように打ち上がる。その後、トリプル H がリング中央に立ち、マイクを持ったマイケルズがトリプル H の周りを小走りで何周か走り回った後に独特の構えでトリプル H に向かってマイクを差し出し、トリプル H も独特の構えでマイクを受け取る。そしてトリプル H が 観客に向かって、are you ready? 準備はいいかと言って観客が大歓声で答えると、no, 零零アイサイド are you ready? 零零会場がある地名の名前が入るよ。準備はいいかってんだよ。と言って、より大きい歓声を呼び起こす。例えば会場がフィラデルフィアにある場合、フィラデルフィアよ。準備はいいかってんだよ。という。続けて、全。 ホうざっそうざんずいんあてンでんす。アンドザミリアンズウォッチングアットホーム。いいか、会場にいる。数千の観客。家で見ている。数百万のファンよと言った後に構想中の相手の名を。い、e、い、観客と一緒に。うれっと、エスゲットレディーツーサックイット。と叫ぶ。そして、マイケルズがマイクを持って。If you let n ウ t down with that.We got tours for ya。わからねえやつには。 この言葉を送ってやるぜ。と叫んだ後に観客に向かって、マイクを向けと、観客が大声で、サックイットと答えて締める。以上が DX の入場からのマイクパフォーマンスでのお約束となっている。この、全、ホーザスソーザンズインアテンデンス、アンドザミリアンズウォッチングアットホームと、レッド、エスゲットレディーツーサックイットの部分は、世界ナンバーワンのリングアナウンサーと呼ばれる、 マイケ・バッファーのキャッチフレーズのパロディである。第2期にベビーターンしてからは、ウレット、エス・ゲット・レディ2と引っ張って観客を煽ってから、サック・イト、としている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。